男子は腕の上げ方や笑顔の表情で少し落ち着いたキャラクター性を加えています。活発な女子の場合は手を外向きに上げたり動きを大きくするなどのアレンジを加えます。このようにポーズをつける場合にもキャラクターの性格や特徴を反映するよう気をつけましょう。また性別、年齢、体型や動作による重心の変化やバランスにも気をつけ、ポーズを書き分けていきましょう。当たりが取れたら、より主体に近い当たりを取り、形に決まったら詳細に描き込みます。